皆さんこんにちは、島袋せいなです。今回は皆さんのコメントでたくさんいただいたトレーニングウェアを紹介したいと思います。早速紹介します。1着目はこちらになります。水色のこんな感じです。後ろがこういう編みになってて、かわいい上下セットの、これはヨガウェアです。ブランドはエニです。展示会の時にゲットしました。オーダーしました。後ろのバッグの波が気に入ってます。で、2着目はパンツが、なんだろう、すごい花柄とかこういう魚の鱗みたいな柄が組み合わされたパンツと、トップスは黒の無地のトップスです。こちらはアディダスとステラのコラボのやつです。アディダスとステラのコラボのウェアは結構可愛いので集めてます。こういうガラガラごちゃごちゃしてるデザインも好きなので気に入ってます。 H&M とかでもウェア買うので、多分そこは H&M さんのものかなって思います。なんでも合わせやすいです。着心地もいいです。で、3着目、私取っていきます。こちらのトレーニングウェアになります。上下セットです。こちらはで、気に入ってるところはこのやっぱ柄、大理石柄、可愛いです。で、後ろもメッシュになってて透け感があって可愛いです。これはお友達からプレゼントしていただいたので、名前がですね、アーバンリトリートっていうヨガウェアです。チェックしてみてください。2着目はこれはトップスと下とバラバラなんですが、黒のトレーニングウェアをよく着ますね。私3本ラインの線が白じゃなくて黒な感じがあまり見ないので可愛いかなと思って購入しました。これはアディダスになります。で、こちらはワンティースプーンだったかな、はい、アパレルのブランドです。これはワンティースプーン、デニムアイテムが多かったブランドだったと思うんですけど、このトップスは普通にトレーニングウェアじゃなくてもこういう今日のお洋服の下からでも着ても可愛い、なんでも合わせやすいので気に入ってます。で、5着目はこのグレーのセットアップになります。後ろがバッテンになってて、パンツ気に入ってるところはこの足元にお花の柄があるんですけど、見えますかね。で、この丈感も結構長いので、着たら足の加工かっていうのも気に入ってるとこです。これは今通ってるゴールドジムさんで販売されている NUX っていうブランドです。ぜひチェックしてみてください。はい、それでは3つのトレーニングウェアを着てみました。
私の普段使っているトレーニングウェアの紹介でした。ぜひチェックしてみてください。それではじゃあね、バイバーイ。